白河白王家、または白河家とは、花山天皇の高孫の延べ信王から始まり、古代からの神技館に伝えられた伝統を受け継いだ公家である。皇室の祭祀を司っていた白家神道の家元。白河家は花山源氏を羊とする道情家である。花山天皇の高孫の延べ信王が厳正を賜り、親戚降下して神技館の長官である。 仁義博に任官されて以降、その子孫が仁義博を世襲するようになったために、博家とも、また仁義博に就任してからは、王子に服するのが慣例であったことから、白川王家とも呼ばれた。白川家の特徴は、仁義博の世襲と仁義博就任とともに王を名乗ったことである。王のみくらいは、天皇との血縁関係で決まり、 本来は官職に付随する性質のものではない。非公族でありながら、王号の世襲を行えたのは、白川家にのみ見られる、得意な現象である。以下、このことに留意しつつ、白川家の成立について説明する。遠心王は、万寿二年に厳正を賜り親戚降下して、監督三年に、仁義博に任せられた。なお、当時の故障は、源、または、王であり、 その後の時代に白川家や白家、白河屋や白河、白河王家と呼ばれるようになる。遠信王以後、安助王、健康王、荒輪皇王と白河家の人物が仁儀伯に部任されているが、この時期はまだ仁儀伯は世襲ではなく、王子、源氏及び大中富氏が部任されるものと認識されており、事実、先の四名の間に大中富氏が部任されている。 荒川皇王は本来は、源氏であり、仁義白就任と共に、王子に服し、退任後に、源氏に戻る、最初の例となっており、以下に示す経過により、荒川皇王の王子復帰をもって、白川家の成立とみなすことが多い。荒川皇王の王子復帰の背景には、仁義、すなわち神を祀るという、朝廷にとって、最も重要な行為を行う仁義官の長官である。 仁義博という職務の重要性と、源氏という最も高貴な血筋、及び荒川皇王の室で、中潮の母が大中富氏である上に、県皇王が有力な村上源氏の源の秋房の勇士となっているなどの諸般の事情があったと考えられている。荒川皇王の子である中潮が荒川皇王の後を、ついで仁義博となり、中潮の退人ごその子の成氏王が、 仁義博に任ぜられ、その補業をしよが休止して、弟のスケムネオが仁義博に任ぜられるために、源氏から王子に服し、これらが先例となり、以後、白川家による仁義博の世襲化と仁義博就任による王子復帰が行われるようになったのである。なお、白川の故障は13世紀中期以降、スケクニ王の代から見られるようになる。室町時代になると、 代々神儀大福を世襲していた浦部氏の吉田、金友が吉田神道を確立し、神儀官僚長城を称して、吉田家が全国の神社の大部分を支配するようになり、白川家の権威は衰退した。江戸時代に白川家は白河神道を称して吉田家に対抗するも、自社ハットの制定以降は吉田家の優位が続いた。価格は、繁華、代々の当主は、 この越中城を経て、神儀伯になった。江戸時代の家禄は二百国。他に神、神儀領、新寺領百国。明治時代になると王号を返上し、白川家の当主の主君は死者に除せられた。主君の後を継いだ助長には、実施がなく、伯爵、上野正雄の男子の久男を養子に迎えたが、後にこの養子縁組は解消となり、白川家は断絶となる。 遠心王安助王権公王白川勢の祖家。あらは、王中氏王行氏王志公、大助国王行権、大助木大助比で王明国大助忠王、宮城県、大助木王志氏、大忠市夫王宮城行王宮城町、大明成王、宮城鎮王正隆王正光王宮城冬、王忠市夫王、宮城達王子剣王子、炎王政都市王子系。 大子君助長国立歴史民族博物館の急高給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期の白川家寮は以下の通りありがとうございます